富士野町 A バスは2007年3月10日まで神奈川県の旧富士野町が運営していた廃止代替バスである。富士野町内を走る路線バスは神奈川中央交通が東の富士野駅をはじめとして運行を行っていた。しかし、モータリゼーションの進展、過疎化に伴い利用客は減少していた。神奈川中央交通も子会社である津久井。 カンナ港バスに路線を移管するなどして、赤字額の縮小や、路線の維持に努めたが、状況の改善は見られなかったため、2001年9月に、富士野駅を発着する路線のうち、和田港、大久和幸、奥、牧野港は従来通りつくカンナ港バス担当。大久和以南の路線及び篠原発着の路線は、半年間県と町による、実験運行バスの形で運行される。 運行は、津久井神奈港バスに委託、を基本として、路線再編を行った。その後、2002年4月からは、津久井神奈港に委託していた実験バスの運転を取りやめ、新たに町が独自に運行する、道路運送法80条大体バスに移行した。なおこの際、月夜の域は廃止された。2007年3月11日に、藤野町が相模原市に編入され、 運行形態が大きく変わることとなった。従前では、同法80条に基づいた町営バスとして運行されてきたが、合併により、路線バスへ変更され、運行経費の一部を相模原市が負担する形に移行した。相模原市が公営企業を新規に保持しないという方針を持っているため、運行事業者も、富士野町からつくいかんなバスに変更され、車両は新しくなり、 各系統に、系統番号が振られることとなっている。なお5年をめどに、運賃を、他のカンナチューグループの路線と同じ基準に変更するとの見解がある。その後の経緯は、神奈川中央交通にし、津久井営業所廃止路線を参照のこと。運賃は、前払いの距離に合わせた100から200円であり、町営バス停期券の設定が行われていた。なお、 運行本数は非常に少ないものであった。沿線は山勝ちでどうも狭い部分が多く見られた。平成十七年度における一日あたりの乗客数はであった。また、一年間の全体の利用者は二千二年度一万三千六百六十三人、二千三年度二万五千四十四人、二千四年度二万九千百六十八人、二千五年度一万八千六人と、 なっており、沿線に集落の存在が近止であることもあって、利用客は数少なかった。ただし、奥相模湖周辺の釣り客をはじめとした、観光利用も多少ではあるが見られた。乗客数の増加が見られる2003年度は、小学校等配合に伴うダイヤ改正の実施によるものであった。富士野町営バス休日の東の山並温泉館は、 ワゴン車で十分な程度しか需要がなく、長所有のワゴン車で運行していた。このワゴン車内に料金箱等はなく、また放送装置もなかった。平成16年度神奈川県交通関係ソフト試作実施事例集。ありがとうございます。